今結成3年目ということなんですが、途中でねゲストのお二人もお迎えしてのかなり盛り上がってくれましたね。ちなみにこのゲストをお迎えした方とさらにもう一人、このマゼルな危険プロジェクト、お話にもありましたようにこのメンバーで11月9日に大阪でライブをされるということです。中井スタジアムの横にあるデポというライブハウスでされるそうなので、ぜひこのライブバンドの雰囲気よかったなもう一回見てみたいな、そんな風に思われた方はぜひ11月の9日に大阪の中井スタジアムの隣デポというライブハウスに足を運んでみてはいかがでしょうか。ちなみにクレイジーワザトリオの3名の方なんですけれど、クレイジー和田さん、なんでクレイジーかっていうと